ここで台風9号の情報をお伝えします。まずひまわりによる雲の画像からご覧ください。こちらが現在の台風9号の雲の渦巻きになります。フィリピンの東海上でかなり大きい雲の塊となっていまして、この台風、大きな台風に発達する可能性があります。でこの後の予想進路ですけれども、現在は動きの方が大変遅くなっています。ただこの後加速しながら北上していく予想でして、しかもかなり発達する予想です。明日月曜日の午前3時には中心の気圧が935ヘクトパスカル、最大風速50メートルに達する予想です。でさらに最も近づくこの1日の未明頃ですね、このタイミングでは中心の気圧が925ヘクトパスカルまで発達するというふうに見られます。で沖縄方面については明日から明後日にかけてが影響のピークとなりそうです。波の方も明日の後半かなり高くなってきますし、風の方も月曜日から火曜日にかけて瞬間風速で50メートルを超えて大荒れの天気になるというふうに見られます。でさらにこの台風ですけれども、水曜日から木曜日にかけて九州の西海上を北上していきます。3日の午前3時でも最大風速40メートル、瞬間風速55メートルと、強い勢力を維持しているというふうに見られます。2日から3日にかけては九州を中心に西日本では荒れた天気になるというふうに予想されますので、引き続き台風の最新情報に注意をしてください。以上、台風情報をお伝えしました。